むちゃくちゃいい感じに沸騰してきましたよ。いい匂いしてるね。果たしてどんな味なんですかね。おら行くぞ麺バキムチャイ。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル。チャンネル登録お頼申します。京都へ追い出すどうみさ京都あきです。はい、今日は久しぶりの男の台所飯シリーズじゃあ、はい、今日はね、これ。今日はこれ。京都を代表する人気ラーメン店。名店監修。天下一品、これのね、鍋、これですよ。以前ね、あのお店限定販売のやつは一回食べたことあるんですけど、これはね、いろんなスーパーとかあのコンビニとかで売ってまして、僕はあのセブンイレブンでこれ入手したんですけども、はい、これ今から一人鍋で飲みながら食らっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら作っていくぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、よろしくお願いいたします。久しぶりの男飯シリーズですよ。いっぱい肉用意したよ。はい、キャベツで用意しました。長ネギとキャベツ、スープ入れていきます。さあ、どんなスープなんでしょうかね。入れます。なんか明らかに濃度は、お、そこの方になった濃度出てきたね、これ。お、いいね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 、綺麗に入れて、よっしゃ。こんな感じ、なんか味噌汁みたい。結構あのさらっとしてるけど濃厚さは出てますね、これ。こんな感じです。うわー、いいね、鶏パイタン。そしたらどれ入れようかね。鶏とか入れていこうか。豪快に肉まみれですよ。これ豚はね、豚バラやしね、ちょっとしゃぶしゃぶでいきたい気分やね。鶏やら全部入れてセットします。そしたらこんな感じでぶち込みました。火つけていくよ、火つけていくよ。むちゃくちゃいい感じに沸騰してきましたよ。いい匂いしてるね。果たしてどんな味なんですかね。ネギとキャベツだけなんでそのままの味が出てると思うんですけども、豚バラも結構用意したんでね、これもちょっと入れていきます。しゃぶしゃぶっと。そしたら出来上がりました。食べていきますよ。スーパードライ、男の料理のスーパードライ。ビールはやっぱりドライですよ。入れ物はね、モルツですけどね、モルツですけど、ビールはスーパードライ。よっしゃ。じゃあ皆さん、台所飯シリーズ乾杯しようぜ、一緒に。乾杯。まい、スーパードライス最高。でもちょっとぬるかったな、ぬるかった。そして鍋いきます。一品の鍋ですよ。楽しみですね。絶対あの野菜のうまみと肉のうまみが出てむちゃくちゃうまくなってると思うんやけど、これ知らんけど。わあ、豚と鶏大量に入れてます。わあ、鶏パイタンに鶏肉、いいね。豚もこれ油の乗った豚バラ大量。もうもやしやら白菜入れたら味変わるから、今日もシンプルにキャベツと長ネギ。よっしゃー、いくぞー。よっしゃ。そしたら、じゃあそしたらいただきます。うま。スープ自体バリバリうまい。
天下一品にはそんなに似てへんけど、でもこれ最後麺入れてニンニクとか入れたら結構濃度とかも出るんちゃうか。いやでもうまい、むっちゃうまい。コンビニで買えるレベルではない、ほんまに美味しい。鶏白湯スープの旨味がむっちゃ出てる。もう冬は鍋やな、もうしょっちゅう鍋やで俺毎日家では。ほんま最後ほんでこうやっていろんな種類の出るやろ今、だから飽きひんねほんま。ネギも合います。これなんかね、これホルモンてっちゃん入れたらなんか濃厚になるって書いてあったけど、ちょっとてっちゃん手に入らなくて、油のいっぱいたくさん乗った豚バラです。じゃあこれいくぞ、豚バラバーラー、うーん、まっ、うーん、やばい、むちゃくちゃうまい。豚バラ肉むっちゃ合います。もう鶏のうまみのスープ、それに豚の脂がにじんで最高。で鶏肉も、鶏は絶対合うやろ、皮ごと入れてね、もう皮の脂も足して、うーんまこれ。もうほんまシンプルにこれだけの具材で十分。もう絶対豆腐とか入れたらね、水臭くなると思うから。むっちゃくちゃうまい、豚バラ必須。うまい、これはやばいですね。もう天下一品からいろんなねシリーズ出てます。あの超こってりとか、なんか天津飯のこってりスープ使ったやつとか、最近でも全然取り逃げてんな。やっぱり個人経営のラーメン屋とか新店舗とかどんどんできてるんで、ちょっと全く行けてないけど、久しぶりに行かなあかんな。ああうんま、これは値打ちあんで。これ台所飯はね、もう準備に手間暇かからないからいいんですよ。もうさっと洗えるんで、さっとして用意してさっと洗えるんで。ほらこの脂身ですよ、これこれをちょっと次しゃぶしゃぶでいこう。しゃぶしゃぶでいこうぞ。しゃぶしゃぶしたよ、いただくぞ。やばい、この鍋は絶対豚バラ入れてください。豚ロースとかってあかんと思う、脂のたっぷりのった豚バラ、これがおすすめですわ。鶏肉もう召してるやな、これ。じゃあ最後ね、締めに麺入れるけど、ちょっとね生麺ないから、これインスタントの麺、これでええやろ、鍋やったらこれで十分や、むしろこれの方がうまい。できてきましたよ、うまそうじゃん。 ありませんか、ここにネギを投入して、はい、これで完成じゃ。豚バラも入ってるぞ。できました、締めラーメン、締めラーメンですよ。さあどうですかね、ちょっと濃度もさっきより出てきましたね。どうかな、どうかな、これごといこうか。おら、いくぞ、麺バキムチャイ。熱い、熱いけど
バカうまうまいわ。なんかもう天使っていう感じではないけど、うまいうまい。ネギ入れたらむちゃうまい。ネギ入れたらね、ほんまラーメン屋のラーメン、鶏パイタンの。いや、いいね、これうまいわ。いいっすよこれ、最高。濃厚なスープになってますよこれ。これこってりになってますよこれ。ほらほら、いいでしょ。野菜のうまみと麺の小麦粉から、うまー、ドロドロ、スープドロドロなってる、うまー、これいいわ。熱っ、むっちゃうまい。インスタント麺むっちゃ、これね、おすすめします。ほんま美味しい。天下一品さん鑑賞するの分かるわ。これいいね、今年の冬。なんか最後の方になってきたら、こんな天下一品みたいな味になってきたもん。見てよこれ、濃度むっちゃ出てんよこれ。さっきサラサラだったけど、むっちゃ濃度出てんね、これ。これほんまにいけるわ。ニンニクおすすめ。うん、ほんま米やらぶち込みたいんだけどね、ちょっとスープも少ないし、もう麺で終わるけど、これはぜひ買ってみてください。はい、男の台所飯シリーズ。はい、こういう形で僕はセブンイレブンで買ったけど、美味しい天下一品の鍋のスープが売ってますんで、皆さんぜひお試しいただいてはいかがでしょうか。ということで、ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、お会いします。ありがとうございました。はい、またやるよ、台所飯シリーズ。また男飯シリーズもやりたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。